どうも、トズルです。はい、今日もね、ベイングローリーやっていきたいと思います。今日もキャサリンを、使わせていただこうかな。ちょっとね、まだキャサリン練習中なので、少しね、ロームの動きが分かってきたら、他のキャラクターもね、練習していきたいなと思います。まあ、キャサリンで大事なことは、やっぱりこのアビリティ容赦なく追跡かな。これを当てまくって、敵ヒーローに当てまくって、自分の防御力をどんどん上げていくっていうのがね、非常に重要になってくると思うので、まあ、キャサリンはまずは練習してね、頑張っていきたいなと思います。相手はリンゴ、ジュール、そしてタカですかね。ジャングルは2人ということで、こっちはコシュカなんで、序盤にね、なるべく、優勢を取っていきたいですね。タカが苦手なんですよね。タカってこう敵から見えない状態とか無敵状態とかになる、キャラクターですので、終盤まで育つとね、タカほんと強いんですよね。なんでそこら辺も注意しながら、まあ、相手いかに序盤その簡単にね、取られないかっていうのが、ポイントになってくるかなと思います。このコシュカのコスチュームいいですね。ちょっと私もあれコスチューム欲しいな。まずとりあえずここを借りますかね。あのコシュカの2つ目のアビリティを解除していると、ここの3人が一気にやっつけれるらしいんですよね。これを引っ張ってあげていけるかな。あ、1つ目を解除してますかね。あ、コシュカがやられてる、やばい。あ、しかも私が今キル取っちゃったかも。 OK、 今敵に襲われたら結構やばいですね。よし、オッケー。狩られてないですね。敵はジャングルなんで、でも、あ、ジャングル二人なんで、一緒に行動していない可能性高いですよね。なんで、おっと、来た。オッケー、オッケー。来てもすぐ、追い返したい、追い返していきたいですね。おっと、マインだ。オッケー、自軍に戻りましょう。はじめのこの経験値稼ぎとね、お金稼ぎっていうのは意外に重要ですからね、ここはスピーディーにどんどんやっていきたい。よし、最終キルを取らないようにして。OK。やっぱりこの私が使っているロームっていう役割はね、最終キルは取らないように注意します。おっ、敵いるな。敵があっちにいるはず。おっ、敵来た、敵来た、やばい。おっとっとっと、やばいやばいやばい、大丈夫かな。お、でも味方来てくれた。あー、やばい、コシカタンが。ナイス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 。相手まいてるな。今レーンが助けに来てくれなかったら本当に危なかったです。おっと、やっぱうまいな。ライトシールドを買いつつ、ちょっとねマインを巻いていきたいと思います。お、敵の、もうちょっと買い物する速度を速くしたいな。お、コシカ強いぞ。コシカの攻撃力が今上がってるので、上がってるっていうか多分、攻撃力アップをつけているので、私がうまく誘導していかないと。まあ、前回勉強したように再生の泉をまずは、ビルドしていきたいなと思います。よし、コシカのスキルもまた大丈夫ですね。ここでこまめに買い物しよう。なるべくあれですよね、早めに再生の泉ゲットして。そう、あ、敵上にいるな、
普通にガンクしてますね。迎えに行こう。今敵がここの上に大量にいた。よし、もうちょい来い、リンゴ。今だ。オッケー、行った？オッケー、行った、ナイス。おっとっとっと。今のうちに敵ジャングル荒らしていきたいですね。オッケー、オッケー。レーンの人も一緒に来てくれました。なるべくね、敵じゃ、あ、いないな。敵ジャングルどんどん荒らしていくことによって、敵の経験値が稼げなくなるんでね。そういったことも重要になってきます。上があれだな。ドラゴンハートじゃなくて再生の泉だから、これでいいのか。レーンが押されてるかな。お、上に敵が。なるべく自分のジャングルを荒らされないようにしたいですね。オッケー。下にいるな、ジュールが。よし、上のリンゴ行こう。リンゴもっちょい、こっち来い、こっち来い。来ないな。もうちょっとこっち来たらね、奇襲かけれるんですけど。来ないな。うまくタレット周りで守ってますね。ここは無理して行かずに、敵ジャングル荒らし行きましょうかね。敵が一人いない気がするんだ。おー、来た。おっと、スタン。やばい。これやばいかな。結構やばいな。よいしょ。うわ、タカが、タカが、あー、やられた。やばい、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 やばい。やばい、やばい、やられちまった。うわ、強いな。敵かなり今うまかったですね。私が、逃げ切れないっていうか、逃げ切れなかったのもあるんですけれども、うまかったな。ちょっとね、これを、やばいな。かなりタカが暴走してるっていうか、タカが強いですね。タカの攻略法としては、なるべくマインとかを巻きながらね、タカの居場所を炙り出していくというのが大事らしいんで、そこを意識しながらやっていこう。やっぱもうロームの腕の見せ所ですよね。しっかりマインを巻いていくっていうのよし、コシカのレベルが6になったんで、コシカがスタン攻撃使えるようになりましたかね。よし、自分のジャングルは荒らされないようにしつつ、あ、リンゴがいる。敵のね、レーンにここを使わせないっていうのも非常に重要なんですよ。お、スタン攻撃。やばいやばいやばい、大丈夫かな。うわ、強い、強っ。強すぎる、さすがに。うわ、強いな。ああ、しかもこれエース取られたかも。リンゴ逃げてくれ。ああ、やられてしまった。でも、エースではないな。いやー、やばいですね、結構。敵がうまい。これ今、どうすればよかったんだよ。あ、エース取られましたね。ちょっと腰か、あんまり出すぎるとやばいぞ。敵のジュールの火力がやばすぎるんですよね。これ多分単独行動するとすぐやられちゃうパターンなんで、タレット守りたいけど、あー、タレットやられたな。無理か。無理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 。あんまり無理しちゃダメ。よし、倒した。ここで一気に行きたい。これスタン食らわせて、敵のね、今結構こっちもやばいんですけど、よしよしよし、ジュールもうちょい出てこい。今だ、今今、オッケー。
倒されたけど、まあ、よしとしましょう。今、タカいるけどね、ちょっと。タカたち、レーンにいるんで、今のうちに。下降りてくるかな。なんでこっちの方がレベル的には優勢だと思うんだけど、やっぱキルかな。うまくあっちの方がキル取ってるから、優先立ててるのか。もうちょっとね、こっちを優先にしていきたいですね。今、キル数的には相手の方が有利なんで、ね、相手の方が3キルが多い。敵のレーンがそっちいますね。よいしょ、オッケー、ナイス。おっと、これはいける？いける？いけそう、いけそう、いけそう。オッケー、オッケー。とりあえずミニオン鉱山ゲットして。オッケー。タカがいないな。あ、タカ行った、左行った。よしよし、タカも別に姿が見えればね、そこまで怖いキャラクターじゃないから。オッケーオッケー。よし、行こう。ミニオン鉱山取っときましょうかね、そろそろ。あと、金鉱山もあれだな。金鉱山もそれぞれフル、そろそろフルになる。金鉱山をね、ああ、取られたか。マジか。今ちょうど話してたら、結構今、キル数もね、お金もあっちの方が優勢なんで、結構やばいっすね。敵次どうやって出てくるからだろう。ちょっと焦りすぎか。落ち着こう。とりあえず落ち着こう。コシカがスキル不足だな。今敵とぶつかるとね、コシカのスキルが使えないからやられちゃうかも。今敵はどこにいるんだろう、レーンかな。いた。オッケーオッケーオッケー。あ、今でもタカにやられてるな。大丈夫かな。おっと、マジか。うわ、すごい色。よし、敵を。今、11か。11の状況か。ここは私が何としても生き残らなければ。てか、今、あれだね。再生の泉使うべきだったね。上にジュールがいる。よしよし。いや、今惜しかったけどね。まあ、キル数的にはあっちが2リード。少し縮めましたね。味方のジャングル、コシュカのね、あの、スキル値にも、おっと、クラクラの通信が出てきた。味方のスキル値も気にしながら、お、下でやばい、下でやばい。おっと、やばい。今、スタンのところに突っ込んでしまった。これいけるかな？ジュールいけるかな？おっとっと、固まったな。おっと、消えた。タカが謎すぎるな、すぐ消える。あれ？オッケーオッケー、今ジュールがなんか止まったな。やばいやばい。おっと、やばい。
ヒーローが倒されました。うわー、やられる。危ない危ない。これ結構やばいな。やばい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 。あ、やられてしまった。いや、今行かなければよかったな。スタン一発入れようと思ったんだけど。これ結構やばいぞ。相手キルを取るのがうまいんですよね。どうしよう。タカって何がいいんだろうな。ビルド、ここ悩み時ですね。アトラスの健康か、クルーシブルを、立てていくのか、はたまた、ウォーホーン組み立てていこう。ウォーホーン行こう。はい、戦闘復帰ということで、ちょっとね、やばいな。さあ、コシカと一緒に、ちょっととりあえずレベル上げしましょうかね。とりあえずカラクリゲットできるようになったんで、これ結構均衡的にはね、相手が圧倒的有利。オッケー、ナイス。上かな。よし、オッケー。うわ、飛んだ。うまいな。ここでタレットゲットしときたいな。オッケー、ジュリアつけた。ナイス。ここで相手ジャングル荒らしたい。あの、タカもいけるか。タカじゃないな、リンゴだな。これは、敵ジャンを荒らしていけばいいのか。とりあえずウォーホーン組み立てながら敵ジャングルを荒らそう。アフターショックとかがね、結構、あれがいいらしいんだけど。よし、レベルがだいぶみんな上がってきて終盤になってきましたね。結構な、敵の高くとかがね、もう、かなり攻撃力上がってると思うんで、こっからはね、3人一緒に行動していくのがベストかな。おっと、敵いる。よし、いるぞいるぞ。ここでスタン。下でタカが襲われてるな。これ言ってあげるべきなのか。オッケー、いけ。オッケー、ナイス。ここでこいつをやっつけたい。ああ、味方ヒーローやられてしまった。飛んだな。これどう行くべきなんだろう。リンゴと一緒にいよう。もう終盤はね、一回一回のデスで、非常に、時間が長くなっちゃうので。OK、タレットを取った。タレットを取るとね、お金もプラス300になるんで、早めにタレット取るのは非常に重要なんですよね。今のうちにからくりでいろいろ巻いとこう。相手的にはね、こうやって地雷が巻いてあると非常に動きが制限されるので、ショップに行くのも一苦労。よし、3人揃ったな。こっからは本当に一緒に動いていきたい。敵はどこにいるんだろう。
あ、来た。よし、また。オッケー、一人倒した。タカが消えるんだよな、こうやって。オッケー、これで二人目倒したかな。オッケー、オッケー、オッケー。真ん中のクラーケン行きたいんだけど。これクラーケン行く余裕あるよね、多分。もうレベルもマックスだし。今、タカが一人だけ生き残ってる状況で、敵が2デスなので、二人死ん、倒れてるので、今のうちにクラーケンをね、やっつけたいと思います。このクラーケン非常に重要ですのでね。オッケー。よしよしよし。多分、タカもここは来れないんじゃないかな。ショップによって、ウォーホーンゲット。あとはね、アフターショック最後に組みましょうかね。オッケー、行くぞ。ゴー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 。敵としてはこれクラーケンと同時に私たち攻めてくるんで非常に嫌だと思います。オッケーオッケーオッケークラーケンやられたらね、実はゴールドが500やられてしまうので、できればね、お、敵降伏した！やった！勝ち！やりました。はい、ということで、今回はこんな感じで、まあ、前回同様ね、敵が降伏して終わったという形になりました。ただですね、やっぱり今回結構デス取られたんですよね。相手の方が多分最終的に、あ、でもエース、最後エース取ったから、こっちの方が上か。でもね、序盤結構相手にです、キルを取られてね、かなり苦しい戦いではあったんですけれども、なんとか勝つことができました。はい、ということで、キャサリンね、ちょっと、なかなか慣れてはきましたね、その、アビリティとか何をビルドしていけばいいのかっていうのは、なんとなく慣れてきました。で、今私、前回と今回、どのようなアビリティ編成でいったかっていうと、まずはもうこの鉄板の再生の泉、これ、要は使うとね、味方が体力回復できるので、この再生の泉っていうのを一番初めにローマーマズを、組む、そのビルドしていくっていうのと、あと二つ目にこのカラクリっていうのをね、組んでって、ジャングルに要は地雷をたくさん置くことによってね、敵が動きにくくすると、で、敵の位置もつかみやすくするっていうのを、この二つはね、やっぱり、役割としては非常に重要なのかな。で、三つ目が、やっぱり敵に合わせてね、いろいろ組んでいかないといけないなとは、わかってるんですけど、なかなかやっぱね、ビルドする時間っていうのも短縮していかないといけないので、結構難しいんですけれども、とりあえずウォーホーンか、選択肢としてはウォーホーンか、クレーシブルって言って、体力がめちゃくちゃ上がって、なおかつ、シールド貼れるようになるやつか、もしくは、アフターショックってやつもね、非常に有効だと思うので、またね、ビルド、いろんなビルドを使ってって、アイテムの説明とかもね、していきたいと思います。ということで、今回組んだこのウォーホーンってやつは使うことできなかったんですけれども、味方全員がね、瞬間的にすごい速さで、移動することができるんですよね。なんで、例えば敵がやられてて、あ、逃げなきゃいけないって時にウォーホーン使ってあげたり、再生の泉使ってあげることで、味方を結構延命させたりってことができるようになるので、やっぱりね、キルをいっぱい取られてしまうと、味方がトータルキルをいっぱい取られてしまうと、お金的にも、時間的にも結構きつくなってしまうのでね、そこら辺をうまく、調整。でもね、このゲームの面白いところって、キル数だけじゃないんですよね。もちろんキル数が、なんていうのかな、キル数稼げば稼ぐほど優勢にはなるんですけれども、別に倒すゲームじゃないんでね、ベインクリスタルを奪いに行くっていう戦略的な、ゲームなので、まあ、それも今、このベイングローリーの楽しみの一つなのかなと思います。ということで、今日はこんな感じで、また次、ベイングローリーね、またやっていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。